ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はですね、ドンキホーテに行ったらね、こんなものが売ってたので、一人ロシアンルーレットしようと思います。それがこちら、激辛ロシアンスコーン。こんなの出てたんですね。スコーンと言ったらね、僕バーベキュー味が大好きなんですけど、今回のは激辛。激辛スコーンに当たるのは誰だ、俺か。確率は6分の1。チリ味、買う、みんなでつまむ、一斉に食べる、激辛スコーンが誰かに当たる。僕の場合、一人でつまむ。さあ、運試しだな。2017年の運試し。お、あれ、なんか色はチーズっぽい色してる。ほら、なんかね、優しいチーズみたいな色してます。これ10回くらい辛いの当たんなかったらもう大吉だな、これ。いきますよ、じゃあまず1本目、でっかいやつ、いただきます。なんか辛いんだけど、これはあ、多分セーフ多分セーフ、ちょっと辛いね、やっぱやっぱチーズ寄りな味するけどね。うん、2つ目、ゴー。セーフっぽいな。あのね、辛口ぐらい、激辛ではない。どうしよう、これが激辛だったら。そんなことねえよな。3つ目、ちょっとこの太いやつ、いただきます。ん、うまいよ。あれ、全然来ねえや。はい、4つ目。ん？ん？全然来ないんだけど。運がいいのかな？あ、でっかいのじゃ。5個目。え？全く普通。超細いの。これ、セイキンみたいなやつ、これ。6本目。え？全然辛くねえ。いけんじゃない？これ10本。7本目。え？あれ？ 8 本目。これか。ただね、まだね、美味しいレベル。辛すぎてもう何？もうここが焼けるみたいな感じじゃないな。美味しいな。あー、辛い。一気に辛いからでも結構分かりやすいわ。あ、もう口が辛くて分かんねえや。あー、辛い。あ、結構後から来るやつや。ビタミン取って、ビタミン。チリ味って書いてあるけど、なんか雰囲気的にはね、ピリ辛チーズって感じかな。で、辛いけどデスソースみたいに喋れなくなるみたいな、ああいう辛さではない。そう、あのね、本当にちょうどいい感じあのね、辛いの好きな人だったら、もしかしたらね、あんま気にせず食べちゃうかも。周りのやつにも多分ちょっと辛いパウダーとか入ってるみたいで、少しこう辛かったりするんで、普通に辛いの好きな人はむしゃむしゃこう一人で全部食べれちゃうと思います。トゥデイズヒカキンズポイント、普通にね、辛いやつも含め味がすごく美味しかったのと、辛いやつもね、程よい辛さな感じで、あの友達とかとね、こう皿にガーって出して、みんなで食べたらすごい盛り上がりそうだと思いました。このヒカキン TV、 ぜひぜひチャンネル登録お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はじゃんけんポン、バイバイ。